ございます。今車両の方を乗り込んでですね、かれこれ30分ぐらいしてですね、ようやく、看板の方の搬出準備ができたんで、今録画を開始しました。昨日はですね、今あの前方で見えている方と逆側ですね、つまり真後ろの方から、車両を入れたんですけれども、まあ、今日はどうも、前の方から、車両を出すようですね。よいしょ、私もいよいよ発出です。九州や、まあ、また船の中の景色やけど、はい、ありがとうございました。あ、係員がたくさんいて分かりやすい。どっちだ、分からんから、とりあえずまっすぐから出よう。で、時刻が現在、8時37分。あ、結構休憩しとったな。で、ですね、今日、九州上陸して1日目の予定としてはですね、昨日実はこんな感じで、ルルブさんの、ドライブマップというか、ドライブのベストコースのですね、載っているようなこのガイドブックを買いまして、今日はこのドライブマップを参考にですね、ドライブしていこうかなと思っています。で、1日目の予定は、福岡県ですね。福岡県を、満喫しようかなと思います。で、福岡県から、右回りでですね、九州一周を、旅するというような、そんな計画で今回、考えております。で、今、福岡県に来てますけれども、ですね、これから、どうしよっかな、一太郎っていうですね、海鮮が、楽しめる食のテーマパークというふうにですね、ガイドブックでは書いてあるんですけれども、回転寿司ないしは、市場を巡って美味しいものを食べていこうかなと思います。で、今回の、旅のコンセプトとしては、ですね、もう貧乏旅行です。まあ、貧乏旅行なので、まあ、なるべく、お金をかけずにでも、ご当地の、食を楽しむ、そういったコンセプトでですね、9泊10日の旅を楽しんでいきたいなと思います。はい、それではですね、早速、飯塚市にある陶明記市場一太郎さんに、向かいたいと思います。では早速行きましょう。まず1箇所目の、一太郎さんには、午前の10時20分に、着予定です。しばらくこう海鮮市場とかでご飯食べてなかったんで非常に楽しみですね。さあ、いよいよ一太郎さんの方に、到着しました。これはどうなっとるんや？およそ100メートル先、左方向です。一時停止です。なんか向かいの方が多分市場なのかな？ちょっと一回向かいの方に駐車で車止めて見てみます。さあ、ここから車降りて市場の方に向かいましょう。よいしょ。はい、残念です。月曜日はどうも定休日らしいので、一太郎さんの、お寿司を諦めて、まあ、しょうがないんで今から太宰府天満宮の方に向かいたいと思います。いや、だから車いなかったのか、しょうがない、まあ、気を取り直して再出発ですね。今からまた太宰府天満宮に向けて再出発します。いや、お寿司食いたかった。完全にお寿司の気分やったんですけどね。はぁ、あ、しょうがね。で、ここから、太宰府天満宮までが下道で、だいたい50分ちょっとですね。まあ、なので着いたらちょうど12時頃でもう昼時なので、まあ、お店が混み合ってるのかな。ま
まあ、そもそもどこのお店で食べるかすらまだ決めてないんですけれども、まあ、とりあえずですね、まあのんびり向かいたいと思います。安全運転で。はい、今ようやくですね太宰府天満宮の方に、到着しまして、一番近いですね、駐車場の方に、飛びようとしているところです。はい、それでちょっと1万円札しかないんですけれども、はい、年まで500円と。さあ、太宰府天満宮に着いたので、今からですね、参拝しながらちょっとご飯もあれば、ここで食べたいなと思います。すごい、やっぱでかいところだけあっていろんなお店が入ってて楽しいね。であちらが太宰府駅ですね。一覧に行こうかなと思ったんだけれども、ちょっと行列すぎてさすがに諦めよう。うどんそば、お疲れ様でした。はい、今親子丼の、うどんのセットを食べてですね、一旦腹ごしらえをしてから、参拝の方に参りたいと思います。お腹空いてたから何でも美味しいな。2時半、ぐらいにですね太宰府天満宮の、参拝が終わって、で行こうと思っててちょっとしんどかったんで駐車場でちょっと仮眠取ろうと思って今起きたら、なんと、午後の16時過ぎで、で次の目的地に行ったらもう真っ暗で何も見えないっていうことになるんで、ちょっと残念ですが今日は福岡の観光はもう諦めて、今から、大分県の方ですね、別府温泉、の方に、行って、泊まってこようと思います。さっきね、起きた時にちょっと間に合わないなって思ったんで、今日の、宿泊先をですね別府温泉にして、まあ、楽天トラブルの方でですね、宿が、取ったんで、今からそちらに向かいたいと思います。もう、受験の方が近づいてるからなのか、分かりませんが、ちょこちょこ学生さんも見ますね。およそ200メートル先、右方向です。悔いが残らないような、およそ300メートルで左方向です。結果になれば嬉しいですね。一応先ほどですね8時ちょっとかな過ぎに、別府駅前のビジネスホテル林というところに来てですね、チェックインを済ませたんで、今からコーヒーを食べに行きたいと思います。ここのですね立地条件非常に良くて、すぐそこにですね、別府駅が
ありまして、もう別府駅が徒歩1分圏内というところ でなおかつ価格もですね、今日楽天トラベルで、3500円だったんで、まあ、非常にリーズナブルな、お宿ですね。まあ、ただし内装に関しては、まあ、結構古めかなと、まあ、とはいえ、まあ、あの部屋の中にですねきちんとお手洗いもあるんで、まあ、特に困りはしないかなと思います。本当はね、美味しいものを食べるときは嫁と一緒に、ね、食べに行きたいんですけれども、まあしょうがないですね。まあ、嫁の分までしっかり食べて、まあ、満足して帰れたらいいかなと思います。寒いな。九州ってもっと暖かいものかなと思ってたんですけれども、もう全然そんなこともなく、まあ、本州といいますか、今住んでいる静岡とさほど変わらないような気温になってますね。早速、焼肉一力さんですね、到着しました。ここ駐車場もあるのか、便利やな。はい、塩の辛いです、ね、はい、どうもー。ここ鉄板取ってくれる？ギャグ、鉄板取ってます。7000。頼んだのが、ヒレ角の、1500円のやつはですね、ちょっとだけね、あの貧乏旅行してる僕からすると若干高かったんですけれども、でも味がねやっぱりすごくよくって、あの身もねしっかり引き締まってて美味しかったですね。まあ、もうイルミネーションクリスマスか。クリスマスはね、ちょっと僕もまだ旅行中で嫁と一緒に過ごせないのが若干寂しいんですけれども、まあなんか良さそうなクリスマスプレゼントでもあれば買って帰って、嫁が喜んでもらえると嬉しいかな。